今日は仮眠から早く目が覚めたので早めに行って大焼きさんよりいっぱい釣ってやろうと企む。0時ちょうど古巣へ到着するも、ウキンガーばかりで車入れても武器ばかりで投げるスペースがない。西の端だけ余ってたので西の端に腰を下ろす。釣れてないのか、一発で当たり、これはいけると思ってたけど30分ちょっと当たりなしでやる気なくなった。というわけで HU さんの古巣へ移動。HU さんの古巣は1人、ウキンガーがいるだけで誰もいない。とりあえず中央に陣取るも当たりがない。20分くらいして左方向に投げて当たりが一度あったけど乗らず、再び古巣へ戻るとガラガラになってた。ウキンガーも苦戦しているんだろうか。東から2番目に陣取る。東1番目はウキンガー夫婦。自分全然当たりがない。武器は時々釣ってるのが見える。まあ釣ってる言うても2匹くらい見た。結局0時から1時30分までに当たり2回、1時30分から3時までに当たり5回で太刀魚4匹。こんなことなら早く来るだけしんどかった。家でエロ動画でも見てる方がマシやった。3時大焼きさんご到着。そこでミニゲームが開始される。それなら猿、わしと勝負せい。パパやめといた方がいいわよ。猿さんにはかないっこないんだから。さてどっちが猿かな。とりあえず0対0にカウントリセットしスタート。寝出しはなんと大焼きさんがいきなり1匹あげる。隠し玉の天矢を出して連れてないやつをいきなりゲット。ぬぬぬ。しかしここで逆転タイムリーで2匹獲得。これにより大焼きペースが乱れる。焦る大焼きさん。この後5時くらいまで自分14対12で大焼きさんをリード。しかし大焼き長方が炸裂し14対13。焦らせる大焼きスーパー長方でついに14対14同点。自分大して損害の出ていない餌を新品に交換してなんとか1匹獲得。これで15対14へ。運命の5時30分前後、大焼きさんの目の前に潮目が降りてきた。大焼きさん、ワイはこの一投にかける。行くぜ。なんと釣り上げる。15対15に最後自分も潮目に投げるも当たりなし。ここで試合終了。いい勝負だったねという会話しつつ結論が出た。カウントしてると焦りすぎてお互いがペース崩してすげえ釣れない気がする。というわけで次からはカウントしない方向にする。なんかたい焼きさんと自分が焦って釣れてないのに左右の人釣っててまた焦るっていうね。最終的に19匹、 F3 は1匹という渋さになってしまった。昨日までが嘘のよう。明日以降は台風の影響で超過報告がない場合はお休みだと思ってください。明日は雨出し無理かな。